どこに行くのかね。よし、行くぞ。あ、レント。よう。どうしたの？やけにご機嫌だけど。ああ、ついに親父に勝利したのさ。決戦の前に幸先いいぜ。え、本当？ザムエルさんって守り手と同じかそれ以上に強いって噂なのに。そりゃどうかな。俺の見立てじゃアガーテ姉さんの方が強いと思うぜ。レントが言うならそうかもね。それでどんな風に勝ったの？何、いつも見たく手を出してきたからよ。聞かねえそぶりで前に出たらビビって折れやがったのさ。実際もう痛くも痒くもなかったしな。今まで俺が負けてたのは俺自身の問題さ。吹っ切れたってこと？まあな。親父の方が最近妙に距離取ってる理由も聞き出したぜ。ほんとバカらしい話だったよ。それは聞いていいの？もちろん。息子が跳ねっ返りの段階を超えて独り立ちしそうなのを察したからだとさ。レントの独り立ちを怖がってたってこと？ザムエルさんもああ見えて親の気持ちがあったんだね。あいつが何を思うが俺の知ったこっちゃないけどな。全部終わったら俺は。ん？何？ああ、いや、なんでもねえ。今は秘密だ。どこに行くの？よし、行くぞ。あれ、珍しい取り合わせ。何してるの？ライザか。いや、実は前から島の操作とかいろいろまとめたメモを作ってて、この際だからそれを渡してたんだ。そっか。そのメモがあったとしてボースにわかるの？いきなりのことでわかるわけがないだろう。時間をかけてじっくり読ませてもらうさ。あらら、あんまり首相だと拍子抜けしちゃうな。まあ私にもわかんないし偉そうには言えないか。そこは僕の長年にわたる研鑽の賜物だよ。と言っても実際読めるようになったのはアンペルさんたちが来てからだけどね。持ち歩いてるだけの。え？持ち歩いてるだけの飾りじゃなかったんだな。うん、僕がこだわってきたものには意味があった。それが島のみんなを助けることにつながった。だからもう何も言うことはなしさ。そうか。ほんと昔みたいな眺め。どこに行こうかな。よし、行くぞ。ライザ、私今だからできることをしたいと思う。だから一緒にいて勇気をくれないかな。いいよ、私がいて助けになるんならいくらでも。でもね、自分では気づいてないかもしれないけど、いつも勇気を出してたのは私じゃなくてクラウディア自身なんだよ。だから今度も大丈夫。ライザ、うん、頑張るよ。急に何の用だね、二人とも。
食らう。それは。お父さん、隠しててごめんなさい。今まで何度も対象を離れてたのは、これを練習するためだったの。何？旅を始めた頃、これを吹くたびにお父さんが悲しい顔をするのが辛くて、それで。そんな顔を私が。練習はずっと続けてたんだ。いつかもっと上手くなれば喜んでもらえると思って。でもそのまま数年隠れて練習するばかりで、お父さんの前に立つ勇気が出せなかった。クラウディア、頑張れ。そんな時ライザたちに出会って、聞いてもらって、私のこれが人の心を慰められるって知ったの。これならお父さんも笑顔にできるかもしれない。そう感じることができたの。だから。わかった、聞かせてくれ。フルートの演奏会は、数年おきに旅から帰る私と母さんとクラウのとても楽しい思い出だった。だから母さんのそばを離れ、私と旅に出たお前がフルートを吹く姿に、私は思ってしまったのだろう。この子は母さんのもとに帰りたがっているのではないかと。お父さん、旅は私にいろんなものをくれたよ。綺麗な景色に、いろんな食べ物、知識に、体験に、友達も。それに私はお父さんの娘でもあるんだから、旅は大好き。一度母さんのもとに帰ろうか。お前の素晴らしい上達ぶりを三人の演奏会で聞かせてあげよう。うん、クラウディア、よかったね。どこに行こうかな。よし、行くぞ。聞いたぞ、お前たちだけでフィリフサル本拠地に殴り込む。それ以外の方法は本当にないのか。うん、ないみたい。だから私たちが行った後、万が一、そう、あくまで万が一のために、数日の間街道の往来を止めるようモリッツさんを説得してほしいの。わかった、約束する。ライザ。ん？何？真実を他に漏らすことができないのなら、少しでも知っている奴を加えるべきじゃないのか。ありがとう。でもあんたはダメ。別に強い弱いの話じゃないよ。どういうことだ。その真実を知ってる人間がせめて一人は残ってないと、やっぱりまずいでしょ。さっきから気に食わないことばかり言うな。まるで帰ってくることができない奴の遺言だ。だって本当に無謀なんだもん。でもそれ以外の道は取れない。だったらどれだけ危険でも怖くても、その道を走るしかないじゃない。お前が
湖に落ちたあの日。え？俺はレントやタオと一緒に引っ張れなかった。アガーテが後ろで見張ってると知ってたからだ。だからアガーテがいるはずの物陰に向かって走った。それが正しい方法だと俺は信じていたからだ。だが実際にアガーテを見つけるまでは本当に怖かった。それでも走り通してお前を助けられた。不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れ。今度は残れと言われた俺が助けを待っててやる。なんで本当のこと言わなかったのさ。アガーテは父さんの言いつけで俺が危ない真似をしないかどうか見張らされてたんだ。俺はそれを知ってたからどうにも恥ずかしくて、あの時は言い訳よな。何よそれ。本当お互いなんてことない理由であんなに。でもいろいろありがとうボス。無様に惨敗しても心の広い俺は許してやる。ちゃんと帰ってくれば。だがな。おあいにく様、しっかり虫歯みの女王を倒して凱旋してみせるわよ。またね。ああまたな。どこに行くのかね。よし行くぞ。大したもんだよライザの錬金術は。指の感覚は怪我をする前と変わらない。完全に痛みはなくなったのか。なあ、これなら相手が虫歯みの女王だろうと存分に暴れられるだろう。そうか、もう治ったと言っていいんだな。ああ。どうしたリラ。アンペル、私たちオーレン族はお前たちに、お前に無理をさせていないか。いいや。本当か。ああ、周りのすべてに裏切られ世をはかなんでいた私にお前は錬金術師としての生きがいをくれた。今度の戦いだって長く続くそれの一つに過ぎない。お前が付き合ってくれる限りは続けるさ。そうか、ならいい。ただいまっと。今戻りました。とりあえずやれそうなことは全部やってきたよ。俺たちの準備は万端だぜ。アンペルさんとリラさんは。ああ、今終わった。行くか。まずは門だ。あの隠された入り江だね。